ズームイン上手。この動画は子供に大人の仕事を紹介します。本日のゲストは養護学校教員松井秀明さんです。養護学校教員とはどういった仕事なのですか？はい、養護学校というのは、今は本当はね、特別支援学校って言います。いろいろな障害を持った人が通ってくる学校で、その中で私が勤めているのは知的に障害のある人たちが通ってきている学校。学校の中には小学校1年生から高校3年生までの生徒がいます。養護学校教員としてこれからどのような活動をしていきたいですか？私はね、進路指導って言って、高校3年生卒業してから、養護学校を卒業した人たちが、社会に出ていく場所、会社に勤めたり、それから福祉施設っていうところに行ったりするんですけれども、準備をしたり、それから行った人たちのまた様子を確認したりっていうような仕事を学校の中でしています。きちんと社会に参加できるように、頑張っています。子どもたちに一言お願いします。はい、社会に出る部分ですから、本当にね、それぞれ、自分に合ったところを探していってもらうことになるんですけれども、学校のうちからね、何が大事かなっていうと、自分は何が得意かな、どんなことができるかな、どんなことが好きなのかなっていうことが、分かっているととってもいいと思います。そのためにはいろんな経験をしてもらえるといいのかなと思います。それからですね、どこに行っても社会っていうのは人との、付き合いになっていきます。人との付き合いでとっても大事なのは、挨拶ができたり返事ができたり、人と、きちんとコミュニケーションが取れたりすることがとっても大事になってきます。それぞれの障害によって、コミュニケーションの仕方はいろいろですけれども、人と、接するということを、みんながね、スムーズにできていけるといいなというふうに思っています。